ケルンは、ドイツ海軍の軽巡洋艦。軽ニヒスベルク級軽巡洋艦の3番艦。艦名は、ドイツの地方都市ケルンにちなむ。建造は、ビルヘルムスハーフェン交渉。1926年8月7日寄港。1928年5月23日浸水。1930年1月15日収益。第二次世界大戦開戦時は、バルト海に展開。 続いて、北海で、機雷布施作戦の支援に当たった。1939年10月には、戦艦、フナイゼナウなどと共に、北海北部への出撃を行った。ドイツの駆逐艦は、イギリス東東岸沖に、機雷布施を行っていて、その支援のために、巡洋艦が投入された。12月12日、そのような支援作戦の一つで、ケルン・ニュルンベルク、 ライプツヒがシリックローズから出撃した。12月13日、ドイツの巡洋艦はイギリス潜水艦サーモンに発見され攻撃を受けた。まず、11時25分にライプツヒに魚雷が命中し、続いて11時27分にニュルンベルクにも魚雷が命中した。13時40分に駆逐艦、ヘルマン・キュンネ、リハルト・バイツェン、ブルーノ・ハイネマンが合流し、 それらに護衛されて3隻の巡洋艦はキロに着いた。ライプツヒとニュルンベルクの出せる速度の違いから、リュッチェンスは別々に帰還することを決め、ケルンはリハルト・バイチェン、ブルーノ・ハイネマンと共にライプツヒに同行した。翌朝には駆逐艦、ヘルマン・シェーマン、フリードリヒ・インや F ボート、R ボートと合流し、ケルンはヘルマン・シェーマン、フリードリヒ・インを伴い、 ライプツヒとは別れた。同日午後、ケルンはイギリス潜水艦アーシュラに発見されたが、アーシュラは攻撃を行うことはできなかった。この後、アーシュラはライプツヒなどに対して攻撃を行い f ボーと一隻を沈めている。1940年4月、ベーザー演習作戦に参加。ケルンは、軽巡洋艦、軽ニヒスベルクなどと共に、ベルゲンの攻略に当たった。 4月9日に部隊はベルゲンに到着し、ベルゲン占領に成功した。だが、4月10日に英軍機の攻撃で、ケイニヒスベルクが撃沈された。ケルンは4月11日にベルゲンを離れ、ドイツに戻った。1940年後終わりから1941年初めまでは、海装に費やされた。1941年9月、 ソ連艦隊の出撃阻止のため戦艦、ティルピッツなどと共に、A ランド海へ出撃した。10月12日から21日まで、ヒーウマー等の攻略20時。この間の10月13日には、ソ連潜水艦 SH、SHCH-323 の来撃を受けるが回避に成功した。1942年2月、3月に改装が行われた。8月、 ノルウェー北部へ進出。12月に行われたバレンツ海海戦の結果、ヒトラーは大型艦の解体命令を出した。この命令は結局実行はされなかったが、ケルンなどは退役させられることになった。ケルンは従順洋艦アドミラルヒッパーと共にノルウェー北部を離れ、2月8日にキールに到着した。そして2月17日に退役した。 1944年4月1日、ケルンは最終駅した。12月13日、ケルンはオスロフィヨルドで爆撃を受けた数の資金弾により損傷した。12月31日にも再び資金弾により損傷。オスロで修理を受けたが不十分であり、そのためビルヘルムスハーフェンに移った。百四十五年三月三十日、ビルヘルムスハーフェンで爆撃を受けて、 被弾、大破着定した。4月5日退役。ありがとうございます。